こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日もエマニュエル・トッドの、グローバル資本主義を超えてという論文をですね、読み上げてご紹介していきたいと思います。これ、文春文庫のグローバリズムが世界を滅ぼすに、掲載されている論文です。前回は60歳以上の人々の生活水準が現在に至るまで著しく向上し続けてきたと。まあ、高齢者が非常に保守化してるっていう状況があって、高齢者の保守化の中で経済格差はみるみる拡大しているということをお話ししました。年配の人たちが政治システムを左右しているという状況なんですね。その陰には若者の声が、救えない状況があると。若者の声が救えなくて、若者自体が閉塞感でいっぱいであるという現状があるというお話をしました。続きを読んでいきます。自由貿易という強迫観念。さて、この文化的歴史的な背景を抑えれば、なぜ2007年の経済危機の時に大したリアクションが起きなかったのかがわかります。2007年、2008年の危機に対するリアクションは非常に興味深い。危機の直前、人々は危機という角度からものを考えていませんでした。危機が再びやってくるようなことは決してないと考えていました。しかし、それでも危機に対して外見上ケインズ的な反応がありました。政府や中央銀行は世界中のが本当の不況に脅かされていることを悟ったのです。国によってばらつきはありますが、国際協調がありました。それから政府と中央銀行は不況の拡大を避け、1929年は、いや1930年代の大恐慌のような不況やデフレのシステムに突入しないように必要な対策を取りましたということです。リーマンショック以降ですね、協調して国際協調してケインズ的な反応があったと。ケインズ的な反応って具体的に何を言うかっていうと、具体的に何を言う、それは後で書いてあるんで、一つはアメリカでは中央銀行が FRB がですね、いや政府が AIG とか、潰れそうな金融機関に公的資金を投入して、助けたってことですね。で、日本の場合は為替ダンピングみたいな、アベノミクスみたいな形で為替ダンピングしたわけですね。輸出産業のテコ入れのために為替ダンピングをしたと。そういう形で、あと異次元金融緩和ですね。日銀のお札をバンバン吸って、流したと。で、投資を促すと。今その投資の分がどこに行ったのか、株式に行ってる部分と不動産に行ってる部分になってますけども、株価は高いですね。今日2017年の4月6日なんですけども、7日が、今日の段階で1万8500円ぐらいですね。1万9000台割り込んできちゃいましたけど、高止まりしてたわけですね。で、あと金融緩和して、マイナス金利という形で、投資を促すという政策をやってると。で、デフレから脱却するって言ってんですね。必要な対策は一応は取ってですね、効果があるかどうかは別として。ということになってます。で、続きです。そういうふうに、なんていうんですか、為替をいじったり、公的資金投入したり、ゲインズのやるのは、インフラ整備ですね。ニューディール政策の時は、ケインズ主義を取られたって言いますけど、なんですかね、インフラ整備をやるとかいうことですね。ことやるってことですね。で、続きです。しかし、大変面白いことに、あれは一種右派のケインズ主義のようなものでした。というのも、銀行にお金を投資して上から支払い方法を作り出そうとしたからです。あれはケインズ主義ではありません。本当のケインズ主義なら、一般大衆の給料を上げることで再び需要を創出しようとします。第一、需要を増やすにはそれが一番効果的なのですと。ケインズ主義だとよく言われるのは、ピラミッドを作るって話ですね。ピラミッド、札束を埋めて、ピラミッド、その上にピラミッドを作れって、ケインズが言ったそうなんですけども、どういうことかっていうと、仕事を作るですね。仕事を作って賃金を上げると。そうすれば、需要が増えるってことですね。今、需要、前々回ぐらいにお話したんですけども、賃金がコストだとしてどんどん削減されていると。どん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 正社員減らして、その分を非正規社員雇用して、賃金をコストとして削っていくと、
需要が、購買力がなくなるわけですね。労働者が消費者ですから、購買力がなくなると、在庫が積み上がっちゃうんですね。そうすると、悪循環で、どんどん景気悪くなっていくんですね。だから、ケインズが考えるのは、とにかく仕事を作ると。で、賃金を上げると。雇用を作って賃金を上げて、需要を作ってやると。いうことですね。今、ドナルド・トランプがアメリカのインフラ整備をやろうとしてるっていうのは、まあ、ケインズ主義ですね。ということに なるんだと思うんですけども。続きです。しかし、今日、支配的な論理の文脈においては、そうしたやり方は不可能です。かくして、実際に行われたのは疑似ケインズ主義 というか、右派ケインズ主義といったようなものだったのです。結局、だから、大企業に公的資金を注入するっていうのが疑似的ケインズ主義ってことですね。まあ、金融機関を潰さないように、まあ、金融政策ですね。マネタリーポリシーっていうんですかね。金融政策で助けようとしたんですね。本当は財政出動をしなきゃいけなかったと。財政出動っていうのは実際になんか、たくさんインフラ整備とかにお金使うことですね。だけど金融緩和とか、金融機関への公的資金の投入とかいう形で、疑似的ケインズ主義っていうのを行っちゃったと。まあそれは一定の効果はあったんでしょうけども、まあ疑似的だってことですね。それは右派ケインズ主義だってことですね。ということだったと。で、次です。さて、一番驚かされたのは次のことです。危機が起きたとき、国際協議では、需要を再び膨らませて不況を防ぐべく、理にかなった方策が取られていましたが、その会議のいずれにおいても自由貿易を守るための声明が出されたのです。これは全く驚くべきことでした。経済危機を間近に見た世界は、ある種の脅迫観念に迫られたのか、すぐさま保護主義の脅威を口にし、自由貿易を守らなければと騒いだのです。もちろん、混乱した状態で保護主義に立ち戻り、慌てて生産システムを混乱させてはなりません。しかし、実のところ、私やその他の多くの人から見て、自由貿易こそが経済危機の原因なのです。したがって今の状況は誠に奇妙です。世界を救うために集まった人々が、問題が今後もそのまま残るように望んでいるのですから、これは全く得意な状況です。ということです。このエマニュエル・トットって人は、協調的保護主義っていうのを提唱してるんですね。だからどういうことかっていうと、まあちょっと関税かけるようにして、国内の雇用を守らないと、自由貿易続けるとこのまま賃金が下がっていっちゃうんですね。で、そういう形で協調的保護主義でやっていくと。だけど、経済危機が起こった時、自由貿易を守ろうって言い出してたってことですね。それは日本がそうなんですね。TPP をどうしても続けたいって言ってるんですね。今もアメリカ抜きで続けるって言ってるんですね、TPP。で、まあ、ドナルド・トランプはもう就任してすぐ TPP 白紙に戻しちゃったわけですね。で、日本の人は、まあ、TPP 反対の人は、まあ、良かったと思ってるんでしょうけど、まあ、だって国内の産業は守られるってことですからね。だけど、今も自民党は TPP 続けようとしてるんですね。で、それはなぜかっていうことが問題なんですけど、私が思うにですよ。日本が保護主義になると、これは一番まずいですね。なぜかというと、戦前も同じようになって、日本が保護主義になると、保護主義のままファシズムになっていくんですね。ということはですよ、保護主義に、日本が保護主義を取った場合、何が起こるかっていうのは、国内合併がどんどん進むっていうことですよ。今、コンビニ3社ありますね。セブンイレブンとローソンとファミリーマート。あれが全部統合して同じコンビニになるとか、寡占状態になっていくんですね。どんどん、まあ、地方銀行もどんどん合併してますけども、国際的に合併できるところがあればいいんですよ。まあ、キリンとかアサヒとかっていうのは、結構その食品会社、サントリーもそうですけど、食品会社を海外で買収して、生き残りをかけてるんですけども、それは自由貿易を継続するっていう意味でやってるんですね。それが戦前みたいにですよ、札幌とアサヒが合併しますとかですよ、いう話になってくると、独占資本というのが生まれちゃうんですね。ビール会社は2社 に統合されていくと、今4社5社、アサヒ、キリン、札幌、まあサントリーか、まあ、4社ぐらいですね、大手だと4社ぐらいですけども、ビールだと。
だけどそれが2社とかになっちゃうと、まずいっていうか、それが独占資本になると、独占資本が政府と癒着するってことが起こるわけですね、今度ね。そうするともう、さらにその労働組合まで、労使協調を進めると、まあ政官財労働組合による共同主義っていうのが生まれちゃうんですね。まあコーポラティズムって生まれちゃうと。そうするともうこれはこのままファシズムになっていくんですね。そこに政治的なイデオロギーが乗っかると、ナチズムとかイタリアのファッショ党みたいになっちゃうんですね、一気にね。で、戦前はそういう形で財界が軍部と癒着してっちゃったと。で、何が起こったかっていうと、まあ、軍需産業でテコ入れしたから景気回復したんですね、一気にね。で、そういうことになると、次、結局軍需産業なんか作っても在庫が積み上がってって、じゃあ使うかってなると戦争だってなっちゃうってことですね。で、世論が戦争に引きずられていくと。いうことで、まあ、ファシズムになんなくても戦争体制になっていっちゃうんですね。で、それが起こるのは、やっぱりまずいと日本人の多くは思ってるから、一応自由貿易を推進しようって言ってんだと思いますよ。仮に今自民党が保護貿易でいいって言い出すと、これは、いや、非常に恐ろしいと僕は思うんですよ。まだ TPP やろって言ってる、本当にやる気あるが別として、自民党が保護主義になると、今の自民党で保護主義になるっていうのは、怖いですね。本当に、何ですか、統制社会になっていっちゃうですね。と思いますよ。でもそうはなれないんですね。なれないんですよ。だって、もう、グローバリゼーションで、国内の産業だって多国籍企業になってるからですね。まあ自動車産業にしても、まあその産業によりますけど、まあ海外に工場を持ってたりすると。で、海外の企業を買収してたりするんで、国際自由貿易を進めていかないと、企業は生き残れないというとこなんですね。まあそういう難しい舵取りになってんですね。だから自由貿易を守ろうって今一応日本も言ってんですね。でもこの前 G20 だがの会合で保護貿易に反対するっていう声明は表立って出されなかったってことなんで、保護主義になってってんですね、世界はどん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 。ってなると、まず EU がまずいですね。 EU がバラバラになってちゃうと、もうイギリスも離脱していっちゃいましたけど、空中分解しだしてるってことですね。続きです。もちろん混乱した状態で保護主義に立ち戻り、こう読みましたね。慌てて生産システムを混乱しちゃいけませんと。まあだから今世界を救うために集まった人たちが未曾有の金融危機の中で、いまだにその根本の原因たる自由貿易を続けようとしてるっていうことですね。経済危機の原因の自由貿易をやめられなくなっちゃってるってことですね。ということがあるっていうことですね。これが今、問題を分かりにくくしてると。なぜあんなに国内的には右傾化してると言われてる安倍政権が自由貿易を推進しようとするのかっていう不思議な状況が起こってんですね。右傾化してんだから、独占資本と結びついてファシズム化してもいいはずなんですけど、そうはなんないんですね。なぜかというと、財界はそれを嫌がるからですね。という状況になってんだと思いますよ。安倍政権の思想的な部分は別に財界を押してはないけども、経済政策は、まあ、ネオリベラリズムで押していると。これからも自由貿易続けてほしいと思ってるんですね。そこはよじれてんですね。よじれてるから安易にファシズムにもなんないっていうところは、あるんじゃないですかね、おそらくね。まあ、これからどうなるかは分かんないですけど、まあ、保護主義だって言い出したら、まあすごい暗い世の中になってきますけど、ますますね。暗くはないです。景気回復はするかもしれないですけどね。まあなんかやっぱ軍需産業にやってくって、防衛装備作るとかそういう話になっていっちゃいますね。
でも景気が回復するかもしれないですけどね。まあそれは禁断の果実を食べ始めるってことですね。ということになっちゃうと思いますけども。続きです。依然として科学技術を握っている先進国。ここで世界における力関係の歴史的ビジョンとして私が妥当だと考えるものに話を戻します。そこで本論の導入部で述べたことに取り掛かります。さまざまな力関係や地球を揺り動かす危機の中で、先進国と新興国がそれぞれどういう役割を担うのかという点です。各国における主流の見方がどういうものであるか私は知りません。しかし、ヨーロッパにおける支配的なビジョンには通じています。そのビジョンによれば、最先進国は停滞しており、今や状況に追い越されてしまったので、先進国のレベルではもはや大したことは起きまいということになります。関心を引くのは新興国の世界であり、言うまでもなくますます大きな地位を占めるようになってきている中国です。中国こそ世界レベルで重要な中心的大国であり、アメリカと張り合うことも、日本に軍事的脅威を与えることもできて、その力量と人口の多さによるインパクトで貿易交渉をするというわけです。しかし、私はそのような歴史ビジョンには全く組みしないと言っておかなければなりません。私は世界経済の舵取り、世界経済に関する重要な決定、権力の場は先進諸国にあると強く確信しています。もちろんまずアメリカ、そしてヨーロッパ、日本です。他の国々も両国に追随したわけですが、他でもないアメリカとイギリスが経済的グローバリゼーションを提唱し、自由貿易を押し付け、産業の国外移転の動きを起こし、自分たちの社会のために選択を行ったのです。この2つの国が牽引国なのです。ということです。まあ、ちょっとこれ、2015年に書かれたやつなんで、この後ね、トランプ政権ができたので、EU から2014年の6月に出た本なんで、まさかこの3年後にですね、トランプ政権ができて、EU からイギリスが脱退するってことは予想もしてなかったんで、今、アメリカとイギリスが経済的グローバリゼーションを提唱してやってきたのにもかかわらず、この2国が保護主義に舵取りを切り始めたんですね。ということですね。ということです。で、エマニュエル取った中国は問題にならないって言ってるんですね。中国が、世界レベルで中心的大国でアメリカと張り合うってことは、アメリカと張り合って日本に軍事的脅威を与えるってことは、そういう歴史ビジョンはないって言ってるんですね。で、なぜないのか、これ理由は後で書かれていますけど、まあまあ、先に言うと、もう中国は高齢化が始まってて、その高齢化に対する社会保障システムがないと、かなりずさんな国づくりになってて、そもそも中国の資本主義っていうのは外国主導で行われてるもんであって、中国の内的な決定で起こってるわけじゃないっていうことをこれ書いてきますんで、そんなに中国の脅威があるわけじゃないって言ってるんですね。この辺の議論は日本では全く出てこないですけども、日本だともうほとんど中国脅威論しか出てこないんで、まあそれは置いといて、で続きを読んでいきます。科学技術や科学技術の進歩に注目しなければいけません。貿易であるより前に、経済は科学技術であり、科学技術の進歩なのです。科学技術の進歩を図るには、不完全ながらも手立てがあります。特許の出願です。とりわけ日本、ヨーロッパ、アメリカで同時に出される三極特許の出願です。特許出願件数を見ると、ごく最近になって少し怪しくなってきましたが、とにかく次のことがわかります。科学技術活動の先進国への集中化は全く損なわれておらず、アメリカと日本がまずトップで、次にヨーロッパと韓国ですが、これらの国々は以前よりなお優勢になっています。中国の特許がどの程度の価値を持つかは私には分かりませんが、数の上では増えていて、おそらく世界全体の 8% に届くでしょう。中国の大幅な技術革新が日常生活で目にしたことがこれまでないために、私がそれがどういうものなのか分かりません。ということです。まあ、特許出願、アメリカ、日本、ヨーロッパで同時に出される特許によって、どこの国が科学技術を持っているかっていうのが分かるってことですね。で、今もってアメリカと日本がトップだと。その後はヨーロッパと韓国だと。で、中国は世界全体の 8% に届くけども、まあ、今のところ中国初の技術革新っていうのはないっていうんですね。見たことがないと。技術革新ってアメリカ、まあ iPhone とか最たるものですね。技術革新としては、アメリカは今も、何ですか、テスラモータースとかね。見てると、アメリカ企業がトップを走ってるんですね、どう見てもね。で、その後は日本だと。
で、技術力で言えば、中国発の技術革新というのは、イノベーションというのは、まだ我々は目にしてないと。まあ、せいぜい日用品の大量生産ぐらい。まあ、あとは、その世界の工場の下請けって感じですね。iPhone の部品工場になってるっていうところで、まあ、中国発のイノベーションが起こるようになれば、中国も、世界レベルの重要な中心大国になるんでしょうね。でも今のところその兆しがそこまでないってことですね。続きです。しかし、アメリカは特許の 30% を登録するか生み出すかしており、日本も 30%、ヨーロッパ全体と韓国合わせて 30% です。科学技術の革新は相変わらず先進国で行われているのです。これはすこぶる逆説的な現象です。そして歴史が単純でないことも示しています。何しろ科学技術の革新を生み出し続けているこれらの国々は最も古株の国々でもあるからです。このことは若い国は古い国よりも常に多くのアイデアを生み出すという単純すぎる人工的仮説と食い違いますということです。新興国が技術革新をやるかっていうと、そんなことはないですね。今もほとんどの技術革新、科学技術のイノベーションというのは、古い国でやってると。だアメリカが 30%、日本が 30%、特許で見ればそういうことになってるってことですね。で、ヨーロッパとは韓国で合わせて 30%。で、中国なんか 8% だと。いうことになってると。だから先進国が今も科学技術をがっちり握ってるってことは、先進国が科学技術をコントロールしてるってことですね。で、そうである限りは、支配的なビジョンっていうのは、先進国次第だってことですね。で、続きです。先進国で発明を行っているのは若者です。古株の国の一握りの若者ですが、しかし先進国による科学技術のコントロールというか、むしろ科学技術におけるリーダーシップという言いましょうか、それはいささかも損なわれていないのです。だから日本でもアメリカでも一部の超頭のいい科学技術のイノベーションを起こせる人が、まあ、たくさん特許を作って回しているということなんですね。古株の国の若者、まあ、本当にこれ2対8の法則になっちゃうんですけど、 2割の人が8割売り上げるみたいな感じですね。もっとあれなんでしょうけど、若者の中の一部がですよ、なんかすげえ頭のいい人がですよ、バシバシ特許取ってんですね、おそらくね。そういう人は企業とかにいるから、まあ、大学とかにもいるのかもしれないですけど、それで回ってると。あとなんか、まあなんていうか、まあ それで食ってるようなもんだってことですね。実際普通の一般庶民が騒いだところで何か起こるわけじゃないってことですね。科学技術ってのは一部の人、若者で、頭のいい若者で回してるってことですね。っていうところも見えてきちゃうってことですね。まあこれも残酷な話ですけどね。で、次、中国の話ですね。人口学から見た中国の暗い未来ですから、中国の将来について懐疑的な言葉をいくつか述べたいと思います。中国の将来は私にとって、大方の人口学者にとってもそうですが、本当に問題が多いのです。人口学の専門家は皆、中国の経済的離陸にかなり懐疑的だと思います。中国の今後の人口学的指標が極めて雲行きの怪しいものだからです。出生率が急速に突如として低下しました。また、中国の経済的離陸の時期は、人口学者にはよく知られている人口学的時期に当たります。すなわち、いわゆる人口ボーナスという時期です。老人と子供の数がとても少なく、活動人口が極めて多い特別な時期です。中国の経済的離陸は人口推移の中のちょうどそういう段階で起こったのです。しかしこの段階に続くのは、高齢者人口の急速な増加の段階で、これが中国で始まっています。ところが中国に社会保障システムはありません。しかも、こうした会議以上に、人口学者が根本において考えているのは、中国の人口推移があらかじめ計画されたものではないということです。つまり、中国の人口管理に賢くて分別のある戦略が欠如しているのです。それは一種奇妙な代物です。分別のある管理が不在だということは、が、私は直感するのですが、中国の発展の他の部分にも当てはまるように思われます。中国の発展は経済率の点では目覚ましいものです。中国は発展しています。それは事実であり、また当然でもあります。中国では誰もが読み書きできます。今では教育を受けている人がいます。急速な進歩があります。儒教の伝統を持つ規律のある人々です。
その一方で中国の発展が持つ極端な特徴は私個人の見方でありますが不健全で奇妙なものに見えますということです。中国は、まあ、人口ボーナス時期っていう生産年齢が多い15歳から64歳ぐらいですかね、このぐらいの人が多い時にすごい経済成長したってことですね。だけどももう高齢化してきてると、2年前ぐらいでしたかね、上海のディズニーランドができたって言ってニュースでやってたんですよ、 BS ので。見たらお年寄りしか行かないんですね。若者なんか全く行ってなくて、お年寄りが胸をなしてディズニーランドに行ってましたよ、中国で。ってことはもうこれお金を持ってんのはお年寄りで、暇とお金を持ってんのはこんな高齢化してんだと思って、びっくりしましたけども、まあそういう状態になってて、なおかつ社会保障システムがないと、で人口推移が計画されているもんじゃないっていうことですね、いうことは分かってきたということですね。まあこれ文春新書から出てんでね、まあ、文春新書、文春って会社自体がもうすごい右寄りだからまあなんていうか、エマニュエル・ドットもそこに配慮して中国に対して厳しく書いてる気がしないでもないですけども、まあそれは私の勝手なあれかもしれないですけど、続きです。何よりもまずその形フォルムにおいてです。というのも輸出によって中国を発展させるということは中国共産党の決定ではありませんでした。重要な決定はアメリカで、それからヨーロッパや日本でなされたのです。外国の投資なのです。中国経済は輸出中心に方向づけられ、特定の品目へ特化され、中国は世界の工場と位置づけられました。それによって中国の生活水準は向上しました。生活水準を向上させることは大事なことであり、その点については何ら問題ありません。幸いであったと言えます。しかしそれらの決定は中国の内発的な決定ではありませんでした。広く共有される一般意識というものが伴っていません。次に投資率ですが、国内総生産の 40% から 50% が投資に回されている中国の投資率を見ると、スターリン時代の常軌を逸した投資を私は思い出さざるを得ません。理不尽な旧来の共産主義や実際には全く生産的でない投資がまざまざと思い出されるので、私は非常に大きな疑念を持っていますということです。中国は自分のところで輸出によって中国を発展させるって戦略を取ったわけじゃないと、アメリカやヨーロッパの決定を受け入れて、世界の工場決定を受け入れて投資を受け入れた上で世界の工場になったと。外国投資なければ中国経済は輸出中心にならなかったんですね。ということは何も中国共産党が経済政策でが当たって伸びていったわけじゃないと、受け身だってことですね。でまあその受け身の政策で生活水準を向上して安定、社会秩序は安定してるのかもしれないんですけれども、内発的決定っていうのは今後できるかってことですね。まあ AIIB ですね。まあ AIIB じゃないや。ワンベルトワンルートっていうのを今やってますけどね。ヨーロッパまで、なんか、陸で行けるようにするとかね。それをやるために AIIB っていう、何ですか、中国中心の投資銀行を作りましたけども。まあああいうのがうまくいけばですよ。中国、あれは中国初の、政策なんですね。あれがうまくいくんなら、世界的に、重要な中心大国になるんでしょうけども、まあ、それがうまくいくかどうかはまだ未知数だということですね。ただ投資に関しては国内総生産の 40% から 50% を投資してるけど、この投資が合理的なのか効率的なのかっていうと非常に怪しいと。スターリン時代のわけのわかんない5カ年計画みたいなもんで、書類の上ではうまくいってるんですけど、実際は全く生産的ではない投資が行われてる可能性があるということですね。まあスターリン時代の常軌を逸した投資っていうのはマトリョーナの家にも出てきますよね。データを掘るんですね、ピートってやつをねで結局みんな掘ったっていう報告がするんですね。掘ってないのに掘ってほとんどがくず炭でしたって言って廃棄しましたっていう報告をするっていうシーンがありましたけど、まさに書類上はすごい投資して、みんな働いてますって言うんですけど、現場見てみると、シャベルに寄りかかって、ペチャペチャ喋って、女性たちは時間潰してると。
で、マトリョーナはその姿を見てんですね。だからあんなとこで働くのは良くないって言う、コルホーズで働いても良くないっていうわけですね。で、ああいうことが起こってるんですね。でも書類上はみんな、しっかり働いて、工場が稼働してますと、データも生産してますって言ってるんですけど、実際もう嘘だらけの報告書で、投資した金をみんなドブに捨ててるようなもんだっていうことが起こると、これは先は危ういと。で、旧来の共産主義っていうのはそういうことを やりかねないと。形だけ、因数だけ揃えるってやつですね。形だけやってるように見せて、中身ボロボロになってるわけですね。まあそうやってソ連も崩壊してたと。で、今の中国も、国内総生産の半分をですね、投資に回してる状況でありながら、その実態がよくわからないっていうことですね。それがまあね、ワンベルト、ワンルートっていう形で、目に見えてね、本当に、インフラ整備とかで実現すればいいんですけど、してなかったらやっぱり、そんなに世界経済に与える影響も、これ以上伸びようがないっていうことを言ってですね。まあこれはでも直感で思ってますっていうんで、まあ、データ的なもんではないですね。ただ、そこにさらに高齢化が乗っかってるってことですね。まあだから日本と同じ問題を抱えてるんですね、中国って。もう日本ももう高齢化、世界の先進国に先駆けて高齢化が進んでるということですよ。でも人手不足ってのありますね。もうどこでも人手不足だ、人手不足だって。まあ、人手不足を解消するのは、お年寄りがとにかく70、80になるまで働くっていうことしかないと思うんですけどね。なっていくと思いますよ、もうこれだとね。のんびり余生を過ごしてね、隠居して、こたつに入ってお茶飲んでるって感じじゃないですね。やっぱり1日3時間ぐらいお年寄りは働いてくださいって言って、安い賃金でみたいな、シルバー人材センターで働いてくださいみたいな、これ感じになってきますよ、多分ね、このまま。で、お年寄りでもオペレーションできるシステムにしていくってことですね。簡単なシステムにして、回していくように、していくんでしょうね、多分ね。まあ、そういう風にしないと、何ですかね、人手不足。だから、お年寄りに結構賃金をやるっていう方法がありますね。だから、人手不足って、まあ、賃金が安いから集まんないっていうのは、まあ、もちろんあるんですね。お年寄りは時給3000円ぐらいで雇うと。雇う。なんかで雇うしかないですね。その代わり年金減らすみたいな感じにするっていう。働いた人に、まだ働く人には、なんか年金、まあ、だから、年金をもらうか働くかどっちか。年金だと少ししかもらえないけど、働けばもうちょっともらえるみたいにね。なっていくんだと思いますけどね。これだってこのままじゃ年金、2030年に破綻するって言われてんですからね、年金もね。年金解散するかもしれないですよ。解散した後はみんな一生働いていくっていう世の中になると思いますよ。もう年金当てにせずですよ。まあ、ビビたるものはもらってって、あとはもう、なんとか一生健康で、なんか働いて、マトリョーナのように働いて、じゃがいもでも作りながら生きていくと、いうことになる、ということになると思いますけどね。なるのかな。なんないとでも、生きていけないですもんね。まあ生きていくとなればみんな何でもやりますからね。何でも起こると思いますけど。自分で家庭菜園やるなりなんなりみんなしていくんでしょうけどね。ということですね。まあそんなこと日本が始めりゃ、でも次は中国もそうなるって話ですね。まあ。そんな話でした。今日はここまでです。あ、チャンネル登録、グッドボタン、よければお願いします。メルマガ登録も募集してます。あと、概要のところに Amazon のリンクがありますんで、そちらからお買い物していただけると、紹介料私に入りますんで、ご支援の代わりにご協力いただければありがたいです。あと、新州読書会プレミアムっていうですね、会員制、サイトやってますんで、まあ、よければ。2週間お試し期間ありますんでご登録ください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。